り死んだふり。あ、違う、逃げろ。なんで人間はわしら蛇を見るとキャーって逃げていくんやろか。こう見えてもこの細長い体ようできてるんやで。足のないわしらがどうやって進んでるかみんな知ってるか。なんて蛇が思っているかどうかは定かではないが、足がないのにスルスルと器用に動く蛇。この不思議な動きを解明することで新しいロボットを生み出すことができるのではないか、そう考えた研究者がいた。今回のエコフロンティア、テーマは蛇の動きに学ぶ実用ロボット。手も足もないんだよ。それなのに走るし泳ぐしジャンプもする。どういう構造になってんだろう。ヘビの前に進む原理はアイススケートが前に進む原理と同じです。え、アイススケート。東京工業大学理工学研究科、ここでは日々ロボットを作り出す研究を行っている。広瀬茂雄教授は生物の研究者ではない。新しいロボットのアイデアをヘビに求めたのだ。その発端はどこにあったのだろうか。機械工学というのは非常にこう精度を要求したりとか速さとかですね、まあやる方向は大体決まってて、ちょっとあんまり面白くないなと思ってて、何かこう人があんまりやってないようなことをやりたいなと思った時に、その非常に柔らかい機械っていうのがまあ面白いコンセプトだと思ってですね、でそれの一つのその典型例としてまあヘビっていうのがまああるんじゃないかと。だからそのヘビそのものの動きはあんまりはっきり分かってないっていうのが分かったので、まあそれ理学的にも面白いと、まあ2つの観点から研究を始めたわけです。周りと違う研究をしたい、その対象がヘビだったのだ。ヘビ料理屋行ってヘビ買ってきて、でいろいろ実験やってみたら、まあ結構その思った通りのデータが取れたんで、ヘビがこう体を動かすと、その曲げると筋肉が収縮すると、その電流が流れるんですよね。それを電極を刺してやると筋電計で、まあ、測れると。それが一つと、こう地面を横にこう前に進むとき横に力を出すんですけど、その力を測るこう簡単な装置を作ってですね、でそれをヘビの胴体にはめて、でそれをこうその人工芝生の上に置いてパッと脅かすとバーッと逃げていくんですけど、でそれでデータを取っていくというようなことをやったんですけどね。広瀬教授はこのヘビの動きを研究している過程で非常に重要なことを発見したのだ。お茶飲みながら先輩と話してたらですね、先輩がなんかこう見ながらこうなんかヘビがちょっと体浮いてんじゃないとかなんか言ったんですよ。確かに浮くと非常にうまく説明できるというのはその瞬間はわって分かってですね、これは面白いと思って、まあ、要するに体を浮かすっていうことは浮かしてないところに力を体重をかけるんですよね。鱗で覆われてますけど、まあ、どっちの方向にもツルツルしてると。でただし横方向にはエッジが立ってですね、かまぼこの断面みたいになってて、スキーのエッジみたいなこう滑らないようになると。だから滑りやすいところに体重をかけると。でそうじゃないところを浮かしちゃうと。そうするとうまくいくっていうことを、まあ、ヘビがやってたっていうのをそれで発見できたんですけどね。ヘビの動きって理にかなっていたのね。確かにエッジを効かせ体を滑らせる様子はアイススケートの動きと似ているのかも。広瀬教授の発見したヘビが体を浮かせて進む動きはサイナスリフティングと名付けられたんです。これでよりエッジが効くってわけね。実際のヘビロボットを作って動かすときにどういう、 こう関係で形を作ったらいいかっていうのは、まあ、そういうところからの知識が使えますから、まあ、そのままロボットに使えるとは思ってたんですけどね。1972年からヘビロボットを製作し始めた広瀬教授、体をくねらせるだけで進むロボットを次々と完成させた。こちらのロボットでは縦方向には摩擦が少なく、横方向にエッジが効くよう車輪を配置、
接地面を中心付近だけにして体重を集中させることでサイナスリフティングの動きを実現した。2005年に完成したのがこちら ACM-R5。 ヘビロボットはさらに進化した。頭を自分の向きたい方向に向けまして、でその後で頭の向いているこの関節の動きを少し遅れて次の関節が真似するような動きをします。頭がこう揺れていれば、その残りの部分はそれに合わせてこうゆらゆらと揺れて、でそれで結果としてこうくねくねっとした動きになります。動力は全てこの黒いこの関節のところにモーターが2個ずつ入ってまして、関節の中にはこういうふうに歯車がいっぱい入ってまして、その歯車が回転するとこういうふうに関節を縦と横の2方向に曲げるようになってます。で2つの動きを組み合わせるとこういうふうに斜めも含めてこういうふうに好きな方向に関節の向きを曲げることができます。このロボットはある意味非常に単純なロボットで、この関節がただつながってるだけで他の機能は一切持ってないんですよ。このロボット体の周りには車輪がたくさんついているのよね。でもこの車輪には動力がついてなくて空回りするだけ。どうやって前に進んでいるのかというと、くねらせた動きを地面に伝えることでまるでローラースケートをするように滑っていくというわけ。それから他にもちょっと面白い動きがあるんだ。まあ、こういうふうに首を持ち上げることができますんで、ある程度地面がデコボコであったとしても、そのデコボコに合わせて体を曲げることで前に進むことができます。あとこういうふうに先端にカメラをつけておけば、この見たい方向に首を上げてカメラを向けるということもできるようになります。それともう一つ特徴的な動きとしましては、体をある程度曲げた状態で関節をですね、こう一斉に曲げる向きを変えますと、地面の上で体がこうコロコロっと転がるような運動になります。これを利用することでその場でちょっと体の向きを変えるとか、あるいは横方向に少し移動するということもできます。関節の部分を含めて体全体を密閉をするような構造になってまして、ですから水の中に入っても大丈夫で、このロボットは全体の比重をですね、水とほとんど同じにしてます。ですから水の中に入れると海蛇のように泳ぎ出します。小型化にも挑戦。こちらは重量たった 870g のコンパクトなヘビロボット。ヘビの体はそもそもツルツルなんですよね。このカバーは表面を滑らかに、できるだけ滑らかにしたいっていうのがあって、最大の課題はですね、車輪なしで前に進めるかっていうのが長いこと僕がなんとかしたいなと思ってるところでして、車輪を使っちゃうとすごく簡単にこういう動きできるんですけど、でも実際車輪はですね、こういうところでは役に立たないんですよ。もう車輪がすぐにこう潜っちゃって、潜ったらもうむしろ障害になってしまうこともあるので、実際この普通の路面とかに持っていくんであれば、これぐらいのことができないとなかなかダメだろうっていう、サイナスリフティングやらないと本当に前に進まないんですよ。でやるとですね、前に進めるようになるんですけど、体をくねらせる動きというのはですね、必ずしも地面から力を受けなくてもよくてですね、こういうものがですね、こういうふうに進路を邪魔するように置かれてたとしてもですね、むしろ足がかりにして前に進んじゃうんですよ。カーブの曲がったところでそういう障害物を捉えると、そこをこう後ろに押して、逆に体が前にスッと押し出されていくんですね。でこれもやっぱり車輪があった場合、必ずしもこううまくいくとは限らなくて、車輪はこう障害物に当たるとどうしても障害を車輪が越えようとするときに大きな力が必要になるんで、これはヘビの動きではないんですけど、どっちかというとなんかシャクトリムシとかイモムシの類ですね。さっきまでこう横に体振ってたんですけど、これをこう上下に振ると、この体が一度上がって下がる間に少し前に進む、こう体の接しているところは完全にこう地面に対して静止しているので、例えばものすごい滑りやすい場所とかに向いてます。これをむしろ応用する方を考えた方が実用的なロボットはすぐできるかもしれないですね。お、
いな動きをするロボットなんだね。ここまで来ると実用化ってのも見えてくるんじゃない？もちろん広瀬教授も実用化は開発当初から考えていたことなんだ。ヘビは地上にいたのが他の動物の襲撃を避けようと思ってだんだん岩の間にこう住み出して、でそうすると足なんか邪魔だからだんだん退化していったんですよね。で体も長くなって、要するにこう狭いところに入り込むっていうのが一番いい適したの形なんですよね。で災害救助ではやっぱりこう人が逃げ出せないようなところにどんどん入っていって人がいるかというのを見つけたいということを考えると、ヘビ型っていうのは非常にこう適しているということで、まあ、開発した時からレスキュー用に使えるだろうなと思ってたんですけども、まあ、山古志村の時なんかもそのしばらく経ってからそこに行っていろいろこう探索の実験をしたりとか、そんなことをやっていまだにそれをまあ続けてます。ヘビの動きはやはり自然の中でこそその力を発揮するのかもね。そしてヘビのくねくねした動きを数学的に解明したのも広瀬教授なんだって。その一番滑らかに動かすのはこう制限波を与えるのが一番いいんですけど、でところがこう制限波を与えてそれの形をヘビの体に沿ってこう関節を曲げていくとどういう形になるかっていうのを考えてみると、でも考えてみるとそれ数学的にそういう曲線ってないんですよ。こう曲線描いて実際のヘビとヘビの形をカメラで撮ってわーっと拡大してこうプロットしてみるとすごいよく一致するんですよ。だからヘビはこう体を制限波的に曲げながら作った形でいくということで、まあ数学的にないからサーペノイドという名前をつけて、まあ論文なんか書いたんですね。ちなみにこのサーペノイド曲線はウナギやミミズ、微生物の鞭毛の動きでも見ることができるんだって。さらに川が蛇行していくという形もサーペノイド曲線なんだ。やっぱり実用的に使えるロボットにしていきたいと思ってます。で例えばレスキュー用にですね、その狭いところに入っていって災害時に救助するとかですね、あるいは、原子炉の中の点検だとか配管系のプラントを点検するとか、そういうところで実際に活躍するヘビロボットを作っていこうと考えています。ロボットはですね、ずっとこう夢を追いかけていたところがあるんですけども、これから本当にやりたいのは夢じゃない、実際に使えるロボットを作るというのが夢です。アフリカや南西アジアの砂漠にサンドフィッシュと呼ばれるトカゲの仲間がいます。砂の中をまるで魚が泳ぐように進むことからサンドフィッシュという名前がつきました。体長が25センチ程度と小型なのに砂の中を泳ぐスピードはなんと秒速30センチにもなるそうです。このサンドフィッシュ、どうしてこんなに砂の中を速く進むことができるのでしょうか。その秘密は鱗にありました。サンドフィッシュの鱗表面には細かい筋があります。この筋が砂粒と擦れることで静電気が発生します。実はこの静電気の力で摩擦が小さくなり速く進むことができると考えられています。このサンドフィッシュの鱗をヒントにした摩擦が小さい新しい材料の研究が今進められています。